バルバル17ダメです。こんにちは。前回ですね、滝田勇さんを大特集して、滝田会という名前でやってました。今回はね、来ましたよ、ついに。いよいよ飯塚さんを大特集しました。多分2月の22日に、アップ予定ということで今撮ってます。2月22日といえばニャーノですね。ニャーノ誕生日ですね。もう一人忘れてはいけない飯塚大先生、2月22日49歳、おめでとうございます。飯塚さんと出会って今年もしかするとぴったり10年かもしれないですよね、これを誕生日にアップさせていただくという感じで考えてみました。まずは皆さんお楽しみください。どうぞ。15年前は僕も、まあ、信じられないかもしれないですけども、30代だったわけで、ね、バルさんも40代だったわけで、15年前って俺さ30代だ。あ、そうです。え、だって俺52でしょ。あ、すげえ、もう最近で自分の年言うようになっちゃったね。滝田さんもバルさんも年齢不詳にしといたのね。試食、はい、あ、すごいですねこれ。味染みてそうですね。すごい、結構早い時間から仕込んだんで、2時ぐらいから。すごいですね。実家が結構料理屋さんで、ね、あ、そうなんか、うん、いや大丈夫、味は確かに。すごいですね、うん、卵がもう原型をとどめていないっていうね、芋か卵かわからない。これ美味しいです、ね、大丈夫ですか、ね、おじいちゃん、おじいちゃん。うちはお餅、お餅が毎年恒例ですよ。お餅はね、もうちっちゃく切ってくんない。よし、じゃあ取ろう。はい、今から。よし、じゃあもう、はい、全部、これは全部取れ、使えないから使えない、うん、はい、どっから取る。バルバル、あ、どっから取る。スカスカ、まずこっちから取る。こんにちは。こんにちは。スカスカです。バルバルです。いやいや、今日本当ありがとうございます。ありがとうございます。おい、それ見ない。だからさ、12月、今多分2月になってると思うんですけど、でも12月13日、はい、12月ね、13日です。うん、12月13日です。それは意味がない。この際でこの脈でわかる。生まれてからのこの脈数ではこれ心拍数いくつ。今テンポがね、大体12ぐらい。違う。あ、そうだ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 。ミュージックスクールクリエーションの、うん、発表会、おめでとう。ありがとう、ありがとう。
なんですか、校長先生とか、いや、校長じゃないんですけど、まあ、顧問、用務員のおじさん、用務員のおじさん、そんなこと言われたような気が、なんか噂聞きましたね、クリエーションの用務員のおじさんが小さい子にいたずらをしたって小岩駅になんか貼ってありましたね、ファンの方からね、質問を、どのファンの人なんですか、まあ、どなたかファンか分かんないですけど、小岩ファン、小岩を変質者から守る会議のファンの人です。コンビニで買い物するときに、うん、よく買うものって何ですか。絶対水ですね。まずは水は絶対、いきなりまともな回答来ちゃった、絶対水はないです、ね、まあ、あとは買わないっつってもいや絶対、あと全部大体自給自足してるんだ。いや、ツアー中の僕だ、そういうことだよそう打ち上げね、ライブ終わって打ち上げ行ってその後ホテルに戻る前に大体コンビニ寄るんですよね。そうですね。でね、その時に、桁違いに一人だけすんごい荷物をこうね、そうなんです、持ってるんですよね、中身はもういろいろですよね。お酒も買いますし、水、おやつ、おつまみ、あと、雑誌、まあその雑誌は買わないですね。雑誌はお米ね、お米大体5キロぐらい、5キロ。で、味噌汁も、味噌汁は買わない、味噌は買わない。いや、嘘なんですけど、なんか買っちゃうんですよ、こう。で、ホテル置いてきちゃうんですよ。そうだからもう、またね、行かなくちゃ、もひょっとしたら体調次第によっては、ガンガン行けちゃう場合もあるわけじゃないですか、ホテル帰って、ね、全然寝れないなみたいな、そうした時にやっぱり柿の種だけじゃ寂しいなってなったら、やっぱこうね、ポテチも食べたくなるし、あとはやっぱりちょっと汁物食いたいなーなんつってなったら、やっぱりカップラーメンも必要になるわけだ、そしたらね、ちょっと寝るかなーって、なんかちょっと甘いもんが、ちょっと甘いもんも必要になってくるわけだし、で、買ってどっさりと、まあ大体平均して、まあ5000円は絶対超えますよね。これは本当の話もう安心するわけですね、はい、安堵、すぐ寝ちゃいます、ね、このままの格好で、起き上がった時にも、起き上がった時にこれコンビニまで、あれ思ったやこれは本当の話です。Tポイントとか貯めるんですか。Tポイント貯めますよ。貯めないですか。Tポイントね。Tポイント貯めてないですか。貯めてる。ポンタ。本当は分かんないけど、ローソンです。ポンタカード、ローソン。ああ、いつもローソンで言われる、行くとポイントカード持ってますかって言って、全然分かんないから、持ってませんっつって、逆切りしてやります。逆切りなんだよ。スタヤのね、カード、僕のこのスタヤのカード、昔のやつなんですよ。パッキパキに折れてここをね、セロテープで繋いでられる、これいいのこれで、ね、何があれかっつうと、まあ、ここあんまり見せてもいいのかっつうね、これ大丈夫ですか、名前書いてもね、ここが重要なわけじゃないですか、要するに、だからこんなもん必要ないわけですよ、このカードに俺が本当にね、俺もう一緒にほら、ごばれてるでしょ、うっそ、何年でそんなやれよ、だからお尻財布派は、お尻財布にしてる、俺、きれいだね、今同じやつ、少しよ、俺、バルさんの俺見てくださいよ、これ、カタカナで書くっていう、これ、大正生まれの人がいる。だからいつ使うことなんですか。いつ使ってますか。D ポイントカード使うのは、何ですか。あのね、だから二通りあって、一つは、T ポイントどうされますかって言われる店があるんですよ。はい、まあ、例えばガソリンスタンドは言わないけど、例えばなんか
ね、食事する店、バーミヤンとかファミレスとか、うん、なんかいろいろあるじゃないですか、うん、なんでバーミヤンだけ名前言ったんだろうね、使いますか食べますか、そうそう、だからティーポイントどういうのされますか、使いますかみたいな感じで、あ、じゃあお願いします、あ、いくら食べてます、うん、あ、じゃあお願いしますなんて言ってね、うんうん、あんまりそこで全部、あ、じゃあ全部やっちゃってくださいとか言って言うと、現金払わないとちょっとなんか店の人もみたいな別にいいんだろうけど、あそこが仕組みがよく分かんないんだけど、例えば T ポイントは加盟店が全部持ち合いでやるとかねってことになったら割と大変じゃないですか、使われ一番お世話になるから、ね、でも実際はクレジットカードみたいに T ポイントで使った分もちゃんと現金でこう、ね、どこだろうか入りますよみたいな感じだったら、あ、どうぞどうぞみたいな、はい、そしたらなんかそこで実は現金収入が下がってるみたいな、ね、ことがあるとあれだから、まあ、じゃあその端数だけ、あ、お願いします、じゃあ894円だけ、わかります、ことあるじゃないですか、あとは全く言われないとき、はいはいはい、はい、そもう貯めていくしかない、貯めていくしかないです、で、うん、でですよ、あなた、うん、ちょっと知らない人もいるかもしれないけど、うんうんうん、最近のツタヤ、うん、知ってますよ、あの無人化が進んでるんですよ、要するにレジに人がいないっていうね、うん、だからもう機械だけ並んでて、うん、ポイントカードをガッてやって、うん、自分で全部精算するんですよ、自分でこうやってなんだバーコードバーコードピッてやって、やって領収書発行とか T ポイントどうされますかって全部使うんですよ、知らなかったよそうやると、あ、誰も気がれなくね、使えると、この人お金持ってないんだって思われることもない堂々と使える、だからそれはぜひね、いや、これはまあでもグランロデオ系のインタビューではまずないでしょ、ないですよね、みんなもグランロデオなんてひどいもん金の亡者の疲れですよ俺以外ねいや、そんなこともないですよね、やっぱりね、お客様のことを第一に考えて、なるべくこうご負担がないようにやらないと、これはもう知らないと思うんですけどね、もう全部ほとんど僕のギャラっていうのはね寄付されますね。だいたい今大学に行けてる人の7割ぐらいの。びっくりした。メーター振り返る。それお店の曲とかあるじゃないですか。はいはいはい、店に行くと流れてる。はいはいはい、小島電機とかの、うん、チャチャンチャ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 みたいな、山田電機みたいな、クリエイトとクリエイト SD クリエイト SD って流れてるんですよ、 SD ってなんだよクリエイト SD スーパードラッグストア、スーパードラッグストア、スーパードあとはね、ライフ行くとね、これも全然使えない話だけど、クリポインポインポインニパーニパーポインポインポインすげえな、そのポインポインポインニパーポイント2倍のね、歌がある、ポインポインポイン、いや、これ使われるかもしれないポインポインポインだからね、あ、でもね、センスあんなと思ってね、うん、ああいう曲を作れる人だと思いますでもちょっとバルさんなんか真面目な、真面目な話もちょっと、うん、真面目な話をしましょうほら、角田博さんとずっと一緒にやってらっしゃった関係もあって、はいはい、いろんな一流どころの、ね、うん、ドラマさんと一緒にやってるじゃないですか、うん、その時に、うん、まあ、例えばセッションとかで初めましての時に、うんうん、そのドラマーさんのどの辺を聞いていくのかなっていうのがすごく興味がある、音楽の話を僕に聞いちゃいますか、聞いちゃいます聞いちゃいます、分かんないですね、どうなんだろうな、だから僕だから合うか合わないかじゃないですかね、なんかこう、あ、だから真面目な話すると、うん、本当に分かんないんですよ、で、うん、例えばね、僕ずっと、バンドらしいバンドもね、やったの、自分でちゃんとやろうと思ってやったので、滝田さんと市川君、ね、うん、やったパンチラインっていうのがあって、うん、それ3人でやったんですけど、うん、それぐらいしかないんですよ、あとは誘われて入ったとか、
はいはいはい、僕がメンバーこれにしようとか言ったこともないし、うん、バンドっつったらそれ で、うん、で仕事で僕バンバンスタッフ頼まれて、うん、メンバーお願いしますって言った時も、うん、大体いやあいつのドラムすげえなとかベースすげえなっていうよりも、うん、あいつ友達だからとか一緒にいたら楽しいしとかね、うん、まあ、もちろんテクニックとかもそうだけどっていう理由が割と多いんですよ、うん、で、まあ、大体でもほら長くやってプロでもやってる人ってそれなりにうまいし、はいはいはい、ずっといるしっていうのもあるから、うん、そういうのが多くて、じゃあレコーディングの時にね、例えばグランドもそうだけど、うん、じゃあどういう選択で選んでるのかっつったら、はい、割とこう提示されることだろう、この曲だからこの人が合うんじゃないか、今度試してみませんかとかで、じゃあやってみましょうかとか、で、この曲にはこの人がいいんじゃないかとか、うんうん、っていう理屈で選ぶものですね。ヒロさんなんかもよく言うんだけど、やっぱり人間って言いますよね。だからヒロ、うん、さんなんかはすごい厳しい人だから、うん、まあ、礼儀を一番、はい、お前そんなあの挨拶もできないようだったらもう誰にも誘ってもらえないぞっていう、あ、まあ、プレイじゃねえんだっていうまず挨拶ありきじゃないで、あの全てそうなんだ、うん、でもやっぱりすっごい上手いやつでも性格悪いって思ったらやっぱり一緒にやりたくないやん、だからやっぱりそうなんです。バルさんなんか本当に腰が低いですからね、頭下げてるの見たことないですから腰だけ低いって。おはようございます。だからやっぱりバルさんの人柄がやっぱりそうやって人を呼びつけるってあります。人間関係がね、そう言ったらバルさんがいや俺大したことねえのかやって思われるかもしれない。そうじゃなくて、プレイありきでバルさんと同じクラスの人がいっぱいいて、じゃあ誰選ぶかっつったらやっぱバルさんになるわけです、うん、そういうもので、そういう雰囲気の中でしか生まれないグルーヴってあると思うんですよね、うん、だからこの上手い人が全員集まったからってそれは上手い演奏でいいかもしれないけど、やっぱりグルーヴってただ音楽用語的に言うのと僕が言ってるグルーヴってちょっと違うかもしれない、うん、なんかこの雰囲気、うん、なんかその時の気持ちよさみたいなとか、うん、気持ちいい、なんか寝れるかみたいな、俺が酔っ払ったのを許してくれるかみたいなところも含めてのが全部グルーヴなんですよ。すごいよ。いや、そうじゃなくて、だからそういうやってる時の雰囲気で、要するに楽しいって一緒にいたら楽しいし、はい、安心できるし。あ、どうも、こんにちは、滝田勇です。飯塚の誕生日、はい、迎えてしまいましたけれども、ね、おめでとうございます。で、あいつってでもずるいっすよね。そうなの。40なぜだっけ、49ですね。まだ40代ってのはずるい、うん、それは思う。うちはもうね、50代だもんね。ちょっと俺なんか50、今年2になっちゃうんでしょ。はいはいはい、ね、俺が今まだ51だけど、2になった日にはなんか3歳の差がついて、うん、しかも、もう50代半ばみたいな感じが見えてきちゃう。で、彼はまだ40代っていう、この落差。落差、格差。これはもう、セリだ。だから、彼はやっぱり、なんていうの、早生まれっていう。はいはいはい。2月、22に、にゃーにゃーにゃー。にゃーにゃーにゃーね。そう、あの、それは特権ですよね。ですね。うん。でも、ざまみろって思うのもあるね。もう40代も終わりになるし。あとね、いよいよ1年でね。もう終わりだよ。おめでとう、何か一言メッセージをじゃあ最後に一つ。あ、いや、本当におめでとうございます。ね、本当に、あの、なんだろうな、彼とは本当にもう長い間に音を一緒に出してきて、はいはい、彼とやることで僕もここまで来れたと、うん、ツアーもできて CD も頑張って、本当に飯塚さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。
いやでもとにかくたくさんにはね本当にお世話になって、このいや僕はね学ぶことがいっぱいありました。このバルさんのこのなんつうかこのなんか出るぞ、悪な気挑戦っていうかね、要するにほら悪への挑戦、昔で言えばやっぱり50って言ったらやっぱ相当荒年だったんですよ、50で隠居する世界だもんね、うん、でも今のね50代の全然私もう60だと全然バリバリでやってる人多いし、全然いけますよ、バルさん50でだってもう、チタンダ踏んで、チタンダじゃない、ツーバスタンダ、ね、すごいですよ、バルさん見習ってね、バルさん偉いのだからちゃんと次の日もライブがあるぞっつったら、あのお酒飲まなかったりね、ちゃんと自粛して、今年はじゃあ、今年、2016年、もう、いや、そうですね、16年になりますね、まあちょっと何も発表されてないのかな、わかんないけど、とりあえずはあれですよね、もう今月2月だから滝田さんのツアーをね、ね、ちっちゃにしてやろうかな僕だから東京しか参加できないのは3年なんですよね、東京両日、そうそう、本当は全国回ってね、全てのライブをめちゃくちゃにしてやろうかな、全てを敵にしてやろうかな来たんですはい、どうもグランロデオの塩です。主にボーカルをやらせていただいておりますけれども、さあ今日はなんとね、バルさんの還暦祝いだということで、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます。違うか、飯塚さんがお誕生日だということでね、はい、2月の22日をもって49歳、メモリアル、メモリアルでございます、おめでとうございますメモリアルかな、いやまあ、あ、ね、びっくりした、本人戻ってきたのかと思ったけど大丈夫だよね、もう帰って大丈夫ですね、あ、だ全然全然、いや声はいいよ、声は大丈夫大丈夫大丈夫、ね、あ、今のハプニングもそのままね使、はい、っていただければと思うんですけど、はい、もう二度と帰ってこない40代ですからもう男の40代はねさぞ楽しかったでしょう。しかし50代は聞くところによるともっと楽しいかもしれないなんていうね、話を聞いてる僕はまだ40になったばかりの小僧でございますけど、はい、でもあれですよ、飯塚さんはあれだ、あの早生まれ、まあ、彼もあ、そうですね、すごくなんか何かちょっと早生まれだから学年で言うとっていうのはもうすごい口癖なんですけど学年でそれこそあなた50歳の年ですからねもういよ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 リーチもいいとこだなね。考えるとだって8つ違い、学年で9つ違うってことは、うん、飯塚さんはね確か85年にもう東京出てるんですよね。で85年と僕10歳なんですよ。10歳ね、10歳で小学校4年生です ね, ですね。まだそんなドラクエも出てない時ですから、はい、10歳ですよ。それを考えると今40と49だとまあまあって感じだよね、はいはい、やっぱあの幼少期まで遡るとね8つ9つの差っていうのはすごいですね。いやでかいよね、はい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 、俺何よ小学校の時もう東京に出てたんだみたいなことを思ってねへーって思いますけど、あとバルさんはバルさんで俺らが中学校の時に流行ったイカ天に実は出てた、ね、イカ天出てましたねもうそんなの僕ら世代にとっちゃたまんないですよね出てたんだみたいな。あ、そうだ、飯塚さんの誕生日か、2月22日ということでね、はい、まあまあ著名なギタリスト高崎明さん、はい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 、はい、ね、あと高崎明さんですね、ね、やっぱ極めつけは高崎明さん、高崎明さん、はい、でこれも飯塚直伝のこのあの高崎明と同じ誕生日だっていう、ずっと耳にタコができるぐらい聞かされてましたけど、ある時本当高崎明さんと、ね、ご一緒するなんて仕事でねステージ上で共演するっていう日がありました。いやすごかったですね、ね、それで打ち上げでもうそれ、まあ、まず言ってましたご本人に、俺もそうなんですよ。本人もね結構言ってましたけど、今年はなんか人間ドックに行くとか行かないとかね、なるほど、もうぜひまあ綺麗さっぱりね、
需要があったら全部切り取っていただいて、はい、早めのうちにこう目をつむというね、悪に目をつんでいくっていうのは必要ですから。じゃあ最後に木下さんに何かメッセージなどいただければ、はい、そうですね、まあほぼほぼ言ってしまったような感じがしますが、まあ、うん、飲んだら、うん、飲まれるな、うん、飲むなら飲むな、何言ってんの正しい言い回しが忘れたけど、そういうことをやっぱ言いたいですね。飲んだら飲むな、飲むなら飲む、え、何言ってんだ俺僕なんかもう日常たしなんでるから、もう毎日休暇日ないぐらいに飲んでるから、もうお酒ともちゃんと距離感が分かってますから飯塚さんなんかはね、たまになんて言うんですか、こうああいう打ち上げとかで飲むと、はいはいはい、生来酒好きなくせに日々こう節制してるのがなんか分かんない、あんま飲まないって聞いてますよ。である時だけもう集中してグワッと飲んで、調子こいてうわーっとなってみたいな、はいはい、我々の去年やりましたけども、グランロデオの、ラウンド GR とかね、はいはい、いろんなギタリストだとかが出演してくれた他のバンドの皆さんと一緒に飲んだ時に、どうしても飯塚さんが最年長になっちゃう、なりがちだから、はい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 、もう酒飲んで気が大きくなっちゃってね、よしおめえらこいつギタリストだけで集まれなんですまあ本当にもうその時は僕オロオロしてますからね、もうグランロデオとしてもうよそ様になんか粗相がないかなと、うちの飯塚がみたいなね、酒の席でね、酒の席でなんかないかと、相変わらず酒飲むとやんちゃ店みたいなのが、ね、はい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 、やっぱ未だにあるんでしょうね。その辺はなんか昭和のミュージシャンって感じがしてね、僕にはない部分なんで、うんね、うん、結構面白がってますけどね、僕はね、相棒のことをね、まあまあ、飲んだら飲んだ結局最後までそれが思い浮かばなかったんだけど、まあまあまあ、どうかいつまでもお元気でね、はい、まあそれなんか、まあそれバルさんもそうですけれどもね、ありがとうございます、楽しくこうグランドでやっていけたらいいなと思いますので、はい、ひとまずこの1年最後の40代最後の1年間をどうか存分にお楽しみください。お誕生日おめでとうございます。はい、こんなもんですかね。ありがとうございます、グランロードボーカルの岸尾でした。グラン的には多分何も発表されてないけど、なんだっけ、あれはバスツアー、あ、バスツアー発表されてましたね、5月でしたっけ、5月ですね、苗場、苗場だからね、新潟なんでね、僕苗場ってね、そうだからもう、うん、昔はね、角田さんのやつでドラム合宿っていうのをよく越後湯沢でやってたんです。 あの前後は実家に帰ってたんで、苗場の時はね、ぜひ実家にまた帰って、じゃあきっとお客さんもまたみんなで、ね、ぜひぜひ来てくださいよ、うん、来てください。うち何人泊まれるかな、うん、ですよ、はい、じゃあバスツアーでね、またバスツアーでね、また一緒に飲んで温泉でも入って、ね、入って裸の付き合いでもしてバルさん、その背中の入れ墨は何なんすか何ですかそれ、リラックマン7つの傷も見せますから、ね、7つの傷、あたたたたたた、いやでも本当に今日はありがとうございました。今日は15周年やっぱりね、続けるっていうのはすごい、普通のね、専門学校でも音楽学校でも大変なこのご時世に15年やる、本当にすごいことで、ありがとう、それだけバルさんたち の音楽を教えるね、姿勢というか、それまあ姿勢というか、まあ楽しんでやってるっていうね、だから来てくれる生徒さんたちもやっぱ楽しいから、ね、それがやっぱり一番重要、音楽は何歳になってもできますから、楽しい、本当に一生できるもんですからね、僕も本当は機械は教えたいとかしたいなと思って、早くグランドがね終わって、先生に戻りたいなと、そんなことはないですよ、グランドもやりますよ、ずっと、ね、ぜひオルフェスで習いに来てください。はい、本日のゲストは、はい、バルバルズカズカでした、でした、バイバイ。かじり続けてるからね、いやかじり続けてるからね。